北中米そして南米大陸の国際大会アメリカカップ、このグループステージは全12チームがそれぞれグループに分かれ戦います。今日はその初戦、この時間はアルゼンチン対メキシコ、こちらの一戦をお届けいたします。このゲームはブラジル南部の港町リオグランデドスル州ポルトアレグレにあるアレーナドグレミオで行われます。2012年に完成したブラジル有数のスタジアムです。それでは今日のゲーム見てまいりましょう。アメリカカップグループリーグ初戦、アルゼンチン対メキシコ、まずは1点が欲しいところです。裏へ届くか、素晴らしいパス、決まった、先制、残した、アルゼンチンから先に得点をもぎ取ります。今のゴールシーン、中盤で奪ってからの攻撃いかがでしょうか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックですよね。さあメキシコ、今日先制はこの早い時間でした。いや、主導権を握る上で非常にいい時間帯に先制できましたよね。立ち上がりのゲームを作る上できっかけになる大きなゴールと言えますよね。素晴らしいですね。チャンスを演出できるか、まだある、ディマリアから長いボール縦へ、おっと、オタメンディ、前半の3分の1が経過しました。また中央へ、大きく縦へ、サイドを走るメッシ、グッとこうスピード上げてもよかったんじゃないかなと思いますけどもね。さあ、つながるか、どうだ、アグエロ、さあ右へ預けて、コレア、アンヘル・コレアから縦へのボール、ホイト、ジョバニ・ロセルソ、ディマリア、アルゼンチンが最終ラインまでボールを下げる、フォイト、フォイトから大きく縦へ、さあ縦に仕掛けたボール、しかしこれは通りません。ディマリア、コレア、縦へのボール、ロセルソからメッシ、メッシー、やってしまった、痛すぎる失点です。どうしたんですかね、北澤さん、
今のゴールというかプレーなんですがいかがでしょう。そうですね、これで同点になりましたからここは押し込んでる場合じゃないですよね。さあアルゼンチン思わぬ形で1点が入りました。まあこれで同点ですからね、はい、まあ、与えた方としては悔やまれる1点になりますけどもこれで試合が分からなくなってきました ね。メッシジョバニー・ロセルソディマリア、ここでファールがありました。ディバラ、さあどうする。ファールかないですね、吹かないですね。裏のスペースを狙う、抜けてくる、シュート、アルゼンチン完全にディフェンスが一歩遅れた形になりました。しかし惜しいシーン、絶好のチャンスでしたけどもね、うまくコントロールできなかったですね。ペッセーラ、ディマリア抜かせません。ここでレフリー笛を吹きました。熱い前半が終了します。見応えのある好ゲームです。北澤さん、前半の印象いかがだったでしょうか。お互いの駆け引きや気持ちした攻防などありましたし、まあ、詰まった前半になりましたね。あとは不用意なミスをどれだけなくしていくかということも重要なポイントでしょうね。アメリカカップグループリーグ初戦、アルゼンチン対メキシコ、1対1の同点で前半を折り返します。さあ後半キックオフです。メキシコとしては攻撃の形はできてますから ね。後半も続けていきたいですよね、はい、スルーパスを狙う、いい展開ですね。中上げる、マルチェシンしっかりと抑えました。ジョバニー・ロセルソ、さあメッシ、コレア、ボールの奪い合い激しいものがあります。裏へ出るか、裏へ飛び出した、これ仕掛けるか、シュート、メキシコ後半いきなり決めます。今のゴールなんですが中盤で奪ってという攻撃ですよね。いかがでしたか。いやチーム全体で非常にうまく攻めましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、手本になるような見事なカウンターアタックでしたね。今日2点目のゴールです。さあメキシコ待望の1点をもぎ取っています。ディマリア、ボールを下げてリズムを作るか、ペレイラ、ディバラ、ディマリア、ジョバニー・ロセルソ、ディバラ、サイドを使います。
丁寧に足元を使う。ディバラからのパス、クロスが上がる、シュート、守護神が弾く。いやー、ファインセーブでしたね。いやー、よく止めましたね。ファインプレーですよね。このピンチよく防ぎました。メッシからディマリア、前線が長いボール、ここはドリブルで上がる、自分で行くのか、一旦前を取る、右サイドへ振って、打つ、アルゼンチンとしては守備の裏のスペースを相手に取らせないことが最優先みたいですよね、はい、先ほどからマークの相手にあまり近づきすぎないようなポジションを取ってますからね。なるほど、これは相手に近すぎると裏に走られた時追いつけないという認識でどうでしょう、いいんでしょうか。そうなんですよね、スピードのある選手に裏を取られると決定的なピンチになりかねないですからね、はい、ただ気をつけなければいけないのがラインが下がりすぎてしまうと中盤とディフェンスとの間にスペースができてしまうんですよね、はい、そこを使わないように中盤の選手がカバーすることが大事になってきますよね、俯瞰して物を見るという、これまた特殊な能力問われますね。そうでしょうね。トス上がる、長いボール縦へ、カウンターを仕掛けます、緩いボール、メッシーからディバラ、抜けるか、チェックを受けながらのドリブル、ここで丁寧にコントロール、アルゼンチン、ここでベンチに動きがあります。これは相手選手に当たりコーナーキックになります。フリーだ、襲われてフリーだ、クロスを入れる、ちょっと合いませんでした。クロス、いいとこまで行ったんですけどもね、ただまだ時間残ってますから、ここは一旦をディバラ、シーマーが縦へ組み立てる、激しいボールの奪い合いです。このまま終われるかっていうようなね、攻撃でしたけどもね。外側から攻めていく、上がる、シュート、メキシコ、これがダメ押しゴールになるのか。今のシュート前のワンタッチ、あれで勝負あったという感じでしたよね。まあボールをもらう前に自分にきっちりとイメージを固めてたんですよね。なので必然的にボールコントロールもシュートもうまくいったというところじゃないでしょうかね。さあメキシコ2点差にリードを広げてリスタートです。メキシコとしては非常に楽になりましたね、はい、精神的なゆとりが出てくると、おのずと視野が広がっていくので、ボールが運びやすくなると思いますね。仕掛けるか、
さあ左へ預けて裏へのスルーパス、カウンターを仕掛けていく、メッシ守備のほんの少しの隙にしっかりつけ込む、いいプレーでした。相手のパスミスからでしたからね、このチャンスをものにしておきたかったんじゃないでしょうかね。ディマリア、フォイト、ジョバニ・ロセルソ、ペレイラ、ジョバニ・ロセルソ、裏を狙っていきます、右サイド上がっていきます、中へのクロス、これで点差は3点です。ただいまの得点、中盤で奪ってからの攻撃、どうご覧になりますか。いや、チーム全体で非常にうまく攻めれましたよね。奪ってからフィニッシュまでの流れ、お手本になるような見事なカウンターアタックですよね。今日3点目、アルゼンチンがここで選手を変えるようです。さあ、笛です。4対1、メキシコ初戦を見事制し、上々の滑り出しを見せました。この初戦を勝ったことが第一歩であり、その歩幅は大きなものでもあります。北澤さん、ゲームを振り返ってのコメントお願いいたします。メキシコとしては初戦でしっかりと勝ち点3を奪っていいスタートを切れましたよね。特にグループリーグでは勝ち点の争いがシビアですし、そういった意味でも大きな一勝になりましたよね。そうですね、大事な大事な初戦、勝ち点3で2試合目に臨むのと、勝ち点0で臨むのと、これは雲泥の差です。さあ、放送時間の方がそろそろ少なくなってきました。解説は北澤剛さんでお送りいたしました。北澤さん、ありがとうございました。ありがとうございました。アメリカカップグループリーグ初戦、メキシコが見事勝利して勝ち点3、これ以上ないスタートを切っています。